セーラムはアメリカ合衆国オレゴン州の州都で同州マリオン軍の軍庁所在地である。ウィラメット渓谷の中心に位置し、市の中心をウィラメット川が流れる。ウィラメット川はマリオン軍とポーク軍の軍境界線を形成しており、セーラム市のウェストセーラム地区がポーク軍に属している。セーラムは1842年に設立し、1851年に オレゴン準州の準州都となった後、1857年に、市として法人化された。2008年7月1日時点の公式の、推定人口は15万4510人であり、ポートランド、友人院に続く州内第3位の人口規模を構える、市である。セーラムは、マリオン軍とポーク軍に及ぶセーラム都市圏の、 中核都市であり、2008年の推定都市圏人口は38万3100人であり、州内では第2位の人口規模を構える都市圏である。市内には、ウィラメット大学と交番カレッジのほか、チェムケタコミュニティカレッジがメインキャンパスを構える。また、聖イコールカイザー公立学区の主要都市である。その他、ジェマワインディアンスクール、オレゴン農学校、 オレゴンロー学校などが存在する。市内最大の雇用者は、オレゴン州であり、最大の民間雇用者は、セーラム病院である。輸送機関としては、セイコールカイザートランジットの公共交通、アムトラックの鉄道、及びマクナリーフィールドでの非営利の航空交通がある。主要道路に、週刊高速道路5号線、オレゴン修道99号等線。 オレゴン州道22号線がある。オレゴン州道22号線は、マリオンストリート橋とセンターストリート橋が、ウィラメット川を横断し、ウェストセーラムを結んでいる。1876年のセーラムセーラムの先住民であったカラプヤ族は、この地を、チェメケタと呼んだ。チェメケタは、中央カラプヤ語サンティアム方言で、ミーティング・オアレスティング・プレイスを意味する。 カラプヤ語による、もともとの発音はチムイキティである。メソジスト宣教師団がチェメケタの平原地帯に移住すると、この新しい集落は、チェメケタと呼ばれた。しかしミルクリーク沿いにあったため、広くは、ミルの名で知られた。オレゴインスティチュートと呼ばれる学校が設立すると、この共同体は、インスティチュートの名で知られるようになった。 インスティチュートの解体後、理事会はその跡地をニュータウン建設用地にする計画を立てた。そのニュータウンをセーラムと命名した人物が誰なのかは不明である。しかし、マサチューセッツ州セーラム出身のデイビッド・レスリー、または1850から1851年に死守用部の区画案を提出したウィリアム・ h ウィルソンが命名したとする説が有力である。 セーラムの名称が決定した後も多くの名称が提案された。アサヘルブッシュなど一部の人々は名称をチェメケタに戻すべきであるとした。セーラムは平和を意味するセム語から派生した名称である。市役所と私立図書館を収めるバーンミラーシビックセンターには使命を称えたピースプラザと呼ばれる公共空間がある。セーラムは 創世期14時18分で用いられたイエルサレムの旧称としても考えられている。ウィラメット渓谷には1万年前から人間が住んでいることが推算されている。カラプラ族は冬になると現在のダウンタウンの東部を呼び南部の大地に集まり野営していた。彼らは近辺の川や田畑で長魚や収穫を行っていた。 ユリカコマシア族の植物の根は生活のようの一つで、カラプヤ族は定期的に牧草地に火をつけ、ヒナユリを生育する牧草地を肥沃にしていた。この地には1812年と早い時期に最初のヨーロッパ人が到着している。彼らはアストリアの毛皮貿易会社に勤め、動物を穴で捕まえたり食料を収集したり、 するためにこの地を訪れた者たちであった。最初に定住したのは、ジェイソン・リーの率いるメソジスト宣教師団で、彼らは、セーラム北方に位置するウィートランドと呼ばれる土地に、共同体を設立した。さらに1842年には、後にセーラムとなる地に、オレゴニン,ンスティチュートを創建した。1844年に宣教師団が解体すると、跡地は、 ニュータウン建設用地となった。1851年、オレゴン準州政府が、オレゴンシティからセーラムに移転し、セーラムは、準州都となった。準州都は1855年に知事コーバリスに移るが、同年内には、セーラムに戻った。1857年、セーラムは、市として法人化した。1859年に、オレゴンが、州になると、合わせて、 セーラムも、シュートとなった。第2代オレゴに集会議事堂現在の集会議事堂は、セーラムに存在した集会議事堂としては3代目に当たる。初代の集会議事堂は2階建ての家だったが、使用開始から2ヶ月後に当たる1855年12月に、消失した。1876年、初代議事堂の跡地に2代目の集会議事堂が、竣工した。 ギリシャ復興様式による建築物は部分的にアメリカ合衆国議会議事堂を意識した造形であった。1893年には特徴的な銅製のドームが設置された。1935年4月25日、2代目のオレゴン州会議事堂が火災により消失した。現在も機能している3代目のオレゴン州会議事堂は 1938年に、同地に竣工した。ドームの上部には、オレゴンパイオニアの正式名称を持つ、特徴的な金箔塗りの開拓者の像がある。1867年度オレゴン州博覧会、農業は、古くより、セーラムの重要な産業であり、歴史的に様々な形で褒めたたえられてきた。1861年、 オレゴン州農業組合は、オレゴン州博覧会の高級的開催地として、セーラムを選んだ。セーラムの愛称は、チェリーシティであるが、これはかつてチェリー栽培が、市の産業で重要な位置を占めてきたことに由来する。1903年には、セーラムで、第一回チェリーフェスティバルが開催された。チェリーフェスティバルは、 パレードの更新とチェリークイーンを目玉として毎年開催されたが第一次世界大戦が終わると間もなくして終焉を迎えた。この行事は1940代後半にセーラムチェリーランドフェスティバルとして復活し数回開催された。ウィラメット渓谷の中北部に位置しマリオン軍とポーク軍の両軍にまたがる。北極と赤道の中間にあたる北緯45度線が 市内を貫いている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市の総面積は46.4スクエアミで、そのうち45.7スクエアミが陸地で、1.35%に当たる0.6スクエアミが水面である。セーラムには有名なウィラメット川も流れているが、飲料水の主要水源として機能しているのは、ノースサンティアム川である。他では、ミルクリーク、 ミルレース、プリングルクリーク、シェルトンリッチが市内の重要な水路として存在している。市の東部にある小さな水路に、クラーククリーク、ジョリークリーク、バトルクリーク、クロイサンクリーク、クラジェットクリークがあるほか、ウェストセーラム地区を流れる水路に、グレンクリークとブラッシュクリークがある。地域の標高における最低点は37メートルで、 最高点は240メートルである。市南部には、セーラムヒルズと呼ばれる火山があり、西方の300メートルのヨラヒルズと、東方の180メートルのオールドヒルズの両山の間に位置している。セーラムの北部及び東部はそれほど丘陵性ではないが、南部及び西部には、峡谷もあり、市内でも最も標高の高い地域である。 市内全域でフッド山やジェファーソン山をはじめとする、オレゴン海岸山脈、カスケード山脈の山々を眺望することができ、さらに晴れた日にはセントヘレンズ山を見ることもできる。ウィラメット渓谷の全域に共通することであるが、セーラムの気候は、地中海性気候に一部特徴が共通する、西岸海洋性気候である。 晩秋から冬季にかけて特に降雨量が多く、一年を通じて降水がある。例外として、6月下旬から9月初頭にかけて、短い寒気がある。冬には、軽い降雪があるが、激しい降雪は稀である。長期にわたる雨季には、濃ムや鈍天ンン、また運転が低くなることが日常茶飯事である。セーラムの年間平均気温は、摂氏11度である。 年間降水量は1000ミリメートルである。セーラムはポートランドの南に位置するが、セーラムの年間平均気温はポートランドのそれより低く、これは最低気温がセーラムの方が低いことに起因する。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。人種別人口高校年齢別人口高生世帯と家族収入と家計セイラムは市長。 議会制の議会形態を採用している。市議会は、小選挙区から選出される8人の市議会委員から構成される。市長は直接選挙により選出される。ダウンタウンのキャピトルセンター州政府は、セーラム市最大の雇用種であるが、セーラム市は、地域の農業社会のハブとしての役割も担っており、また主要な農業食料加工センターでもある。セーラムは、 週刊高速道路5号線沿いに位置しており、州内最大の都市であるポートランドから車で1時間以内のハミにある。経済的基盤の多様化を目指したセーラムには、1990年代に多くのコンピューター関連の製造工場が集まった。2003年11月、サムコはシリコンウェハー工場を2004年末に閉鎖すると発表した。セーラム市内で、 最大雇用人数を有する私立組織は、セーラム病院で、その従業員数は2700人を超える。その他、グランドロンド部族連合のスピリットマウンテンカジノ、T モバイルコーリングセンター、GE セキュリティ、ワコビア証券、ノルパックフーズ、ロス、S ファミリーマーケッツ、ウィラメット大学も多くの雇用人数を構える。セーラムには、オレゴン州共生省の本部があり、 4つの州立、強制施設が所在する。その中には、オレゴン州で唯一の凶悪犯罪者用の刑務所である、オレゴン州立刑務所がある。市の中核地区であるダウンタウンでは、住宅供給を推進する、数々の計画が進んでいる。この一連の計画で、高所得者層向けに構想及び、低層の集合住宅や、オフィスビルが建設される見込みである。 セーラムは、市から、行政支援を受けている19の独立した地区に、分かれている。セーラムのマリオンスクエアパークでは、スケートボードをする人が見られる。5月から10月にかけて、セーラムサタデーマーケットと呼ばれる市場が、集会議事堂の北で開かれ、工芸品や焼き菓子、農作物、肉製品などが陳列される。また、カキには、 ウェンズデイファーマーズマーケットがダウンタウンのコートハウススクエアで開催される。12月のみであるが、ホリデイギフトマーケットという市場もある。他には60年以上の歴史を有するサタデーパブリックマーケットがあり、1年を通して屋内で開催される。毎年6月になるとワールドビートフェスティバルと呼ばれる祭典が催される。主催は非営利組織。 セーラムマルチカルチュラルインスティチュートである。祭典は2日間に及び、リバーフロントパークが開催地として利用される。主役となるのは各大陸から呼び寄せられた工芸品、音楽、舞踏、食物、民族音楽であるほか、近年にはドラゴンボートによるボートレースも行われた。この祭典で開催されたボートレースは、 近郊都市ポートランドのローズフェスティバルで行われるボートレースと同様のものである。セーラム美術協会の主催により、毎年夏季になると、セーラムアートフェアフェスティバルと呼ばれる祭典が催される。開催地となるのはブッシュズ・パスチャー・パークである。多くの展示品が陳列されるほか、見学者体験型の展示物、食品やパフォーマンスなどを目玉として、 毎年数千人の観光客を呼び寄せている。バイトオブセーラムは7月にリバーフロントパークで開催される行事であるが、これはポートランドで開催されるバイトオブオレゴンをはじめとする類似イベントと同様のものである。この行事の内容は、週末に現地のレストランがお祭り気分の中、常連客にメニューのサンプルを提供するというものである。 こうすることで地域の事前事業に貢献できるという仕組みである。夏には、シェフズナイトアウトと称して、マリオンポークフードシェアに、ワインや食料を寄付しようという行事も開催される。他には、オレゴンワインフードフェスティバルという行事もあり、1月になると州立の祭事場で開催される。セーラム最大の行事となるのが、8月下旬から、 労働者の日にかけて開催されるオレゴン州博覧会である。市北部のオレゴン州立祭事場を開催地として展示会やコンテスト、遊園地式乗り物などが用意される。他にはコンサート、馬術ショー、ロデオなどが催されるが、これらに関しては一年を通してオレゴン州博覧会やエクスポセンターで開催される。ミッドバレー映像祭は、 市内の至る所の映画館において、現地から国内、国外に至るまでの自主映画を上映する祭典である。セーラム映画祭は、週内初上映となる映画を目玉とする祭典である。セーラムレパートリー劇場は、リード・オペラハウスで演劇の公演を行っている。ウェストセーラム地区にある、ペンタクル劇場では、演劇やミュージカルの公演が行われる。エルシノア劇場は、 歴史的建造物として名所となっており、リサイタルやコンサート、映画上映、演劇公演などの会場として使用されている。エルノシア劇場にあるパイプオルガンは稼働中のものとしてはアメリカ合衆国西海岸で最大のパイプオルガンである。グランド劇場は現在改築工事中であるが、これまでセーラムプログレッシブフィルムシリーズなどの映画を上映してきた劇場である。 オレゴン州会議事堂セーラムのダウンタウンセーラムのダウンタウンには観光名所が多く存在する。オレゴン州会議事堂やそれに隣接するウィルソン公園のほか、ミッションミル博物館、ハリーフォード美術館、エルノシア劇場、リバーフロント公園、ウィラメット川、さらにオレゴン州有数の歴史的建造物が数点ある。AC ギルバートのディスカバリービレッジと呼ばれる。 体験型子供博物館や、プルウィット・アレン考古学博物館もセーラム市内にある。セーラムで最も高い建築物として、2つの、建築物が、有力視されている。セーラムファーストユナイテッド・メソジスト協会と、キャピトルセンターである。地元市が委託した、ある民間調査は、セーラムで最も高い建築物を、セーラムファーストユナイテッド・メソジスト協会であると、 している。この1878年春工の教会の上部には白い戦闘が高くそびえている。所在地はチャーチストリートとステートストリートの交差点で、すぐ近くにオレゴン州会議事堂がある。キャピトルセンターは1927年にトーマス・ウェリブスレー市長により創建された。リブスレーはセーラム地域の有力な財界人であり、 市民団体の指導的存在であった。キャピトルセンターはもともと、ファーストナショナルバンクビルディングという名称だったが、後にリブスレービルディングに改称している。竣工当初、キャピトルセンターは、州内では最も高い商業建築物であった。1988年、リブスレーの自宅がオレゴン州政府に寄贈された。今日、この旧、リブスレーテイ邸は、 州知事とその家族の皇帝として使用されている。ちなみに現在では、マホニアホールという名称がついており、1990年に国家歴史登録罪に追加されている。オレゴン公共楽団は、ポートランドを本拠地とするオーケストラであるが、毎年10回程度にわたって、クラシック音楽やポップスの演奏会を、セーラムで行っている。セーラム室内還元楽団は、 プロとして活動する音楽家と学生が組織する演奏団体である。セーラムアーモリーオーディトリアムではこれまでにコーンやフィッシュといったロックバンドのツアーコンサートが行われている。セーラムは州都である。それゆえ市内には州の政府機関、省庁、委員会が数多く存在する。これらの機関が収められている建築物のデザインは20世紀初期から 現代の最先端諸派に至るまで多種多様である。歴史的価値の高い建築物の一つに、セーラムのダウンタウンにある、リード・オペラハウスがある。リード・オペラハウスには、店やレストランが数多く収められているほか、アートギャラリーも存在する。セーラムは、ツリーシティ・ USA 賞を全米植樹祭財団から受賞している。受賞理由は、セーラムが30年間にわたって、 都市林に貢献したたことであったセーラムは、この賞を受賞した都市の中では、州内初の都市となった。セーラムは、市のテーマを、チェリーシティとしていることもあり、セーラム市内の多くの街路沿い、そして、集会議事堂の真向かいにある、キャピトルモールには、桜の木が植樹されている。セーラム公共図書館には、本館と別館があるが、本館は、 ダウンタウンのすぐ南に所在する。他方、別館は、ウェストセーラム地区に所在する。セーラム公共図書館は、チェメケタ共同地域図書館サービスの加盟図書館である。そのため、セーラム公共図書館のカードは、同連名に加盟している、ヤムヒル軍、ポーク軍、マリオン軍、リン軍の図書館でも、利用可能となっている。映画、カッコの巣の上で、 の撮影が行われた舞台は、オレゴン州立病院である。セーラムやその近郊には、多くのワイナリーや、ドウ園があり、一般に公開されている。オレゴン州最古のワイナリーである、ハニーウッドワイナリーもこの地域に存在する。セーラムで発刊されている、日刊誌は、ステーツマンジャーナルである。その他、月刊誌のセーラムマンスリーや、インターネット上の新聞である。 セーラムニュースがある。週刊農業新聞にキャピタルプレスというものがあり、セーラム市内で観光された後、西海岸全域に流通される。セーラムには UHF のテレビ局が2つある。KWVT と KPXG である。また、CW 系列の KRCW は、セーラム市をシティオブライセンスとして稼働している。KRCW の場合、 セーラムの 48km 北東のモラーラ、資金港にあるアナログの送信機を使用している。この放送局は、ポートランドの CW として知られているが、これは、KRCW は、ウィラメット渓谷全域を目標として、ビーバートンまで放送を飛ばしていることに由来している。このため、ポートランドにあるデジタルの送信機も利用している。セーラムには全部で5つのラジオ局がある。 イリの AM 曲が4曲と、非イリの FM 曲が1曲である。カビジーは、セーラムの中でも最も長い歴史を持つ、ラジオ曲で、1490AM にて放送を行っている。1957年の放送開始時より1960年代、1970年代に、かけては、トップ40を中心に扱う人気ラジオ曲であった。 今日のカビジーはオールディーズ音楽を中心にラジオ放送を行っており、ライブ放送や現地の人々の起用を続けている。カビジーは現在、ABC ラジオネットワークの系列局である。カイクン1430は番組販売経由により、保守的なトーク番組を放送する。クアド1390はスペイン語によるスポーツトーク番組を放送するラジオ局である。 KPJC1220 は、キリスト教に関するトーク番組を放送する。KWBX90.3FM はヒエーリーの、ラジオ局である。バプテスト波形の大学、交番カレッジに対して、ライセンスが与えられており、コンテンポラリー、クリスチャンミュージックの放送が中心あることが、特徴である。セーラムは、アービトン社によるポートランドのラジオ局調査地域の一部を、 構成し、ポートランドのラジオ局は、セーラムで、ほぼ例外なく受信することが可能である。ニュース、トークを中心としたラジオ局としては、KX、KXL が有力であり、プログレッシブトークでは、カピオジが有力である。セーラムより、南のコーバリスやオールバニにある、ラジオ局の放送も、セーラムで容易に受信することができる。野球の分野では、 マイナーリーグのセーラムカイザー・ボルケーノズが本拠地をセーラムの北方に隣接するカイザーに置いている。バスケットボールの分野ではインターナショナルバスケットボールリーグのセーラムスタンピードがセーラムアーモリーを拠点としている。また、ユージーンに本部を置くナショナルナインマンフットボールリーグの所属チームのうちカッパーヘッズ、チャージャーズ、パイオニアーズの3チームがセーラムを拠点としている。 この中でもパイオニアーズはこれまでに3度にわたってリーグ制覇を果たしている。サッカーの分野ではマイナーリーグのカスケードサージがセーラムに拠点を置いている。カスケードサージはユナイテッドサッカーリーグ参加のプレミアデベロップメントリーグの所属チームである。カスケードサージはマカロックスタジアムと呼ばれるウィラメット大学キャンパス内の施設を本拠地としている。 セーラム市の一機関である社会法支局には公園運営部という会組織があり合計47.52キロメートルに及ぶ遊歩道と46の公園55の未開発地域を含む総計758ヘクタールの土地の管理に携わっているミントブラウンアイランドパークは363.8ヘクタールの面積を持つセーラムでも最大の公園である ブッシュズ・パスチャー・パークは、セーラムのダウンタウンから数外区分南に下ったところにある都市公園である。オレゴン・ホワイト・オークの林と歴史的価値の高い物資シバラ園に加えて隣接するディープウッド・エステーツが有名な公園である。その他の都市公園として41ヘクタールの広さを持つカスケード・ゲートウェイ・パークや9.3ヘクタールの 広さを持つリバーフロントパークがある。リバーフロントパークはダウンタウンとウィラメット川に隣接しており、公園内にはセーラムの回転木場がある。ウィラメット川を越えてウェストセーラム地区にあるのが46ヘクタールの広さを持つウォレスマリンパークである。ウォレスマリンパークにはボート着水用の傾斜やボートドックがあり、ウォータースポーツを行う人が ウィラメット川に行きやすくなるような配慮がなされている。国家歴史登録財のユニオンストリート鉄道橋は、現在は自転車や歩行者が用いる橋として復活しており、ウェストセーラム地区のウォレスマリンパークとダウンタウン地区のリバーフロントパークを結んでいる。セーラムには世界でも有数となる小さな公園が存在する。ウォルド公園であるが、一本のセコイアの木の実から、 構成される局所の公園である。ちなみに、世界一小さな公園であるミル・エンズ公園は、オレゴン州のポートランドにある。集会議事堂の周辺一帯は、オレゴン州の公園、レクリエーション局が管理している。その敷地は三つの外区から構成し、ウィルソン・パーク、キャピトル・パークが内在している。セーラムの周辺には大規模な公園が散在している。市の北方には、 ウィラメットミッション州立公園があり、東方にはシルバーフォールズ州立公園がある。どちらの公園にもハイキングコースや自転車道、乗馬道が整備されている。セーラムの中心地からオレゴン州各地へのアクセスは容易である。気候や地理は場所によって様々であり、セーラムを出発地として多彩なレクリエーションを体験することが可能である。 セーラムから西に進むと、オレゴン海岸山脈や太平洋が広がる。東に進むと、サンティアムキャニオン地域、ウェスタンカスケーズ、ハイカスケーズが広がる。北には、オレゴン州ポートランド市を中心とした都市圏が広がり、南には、オレゴン州ユージーン市を中心とした都市圏が広がる。ノースセーラム高等学校。1906年に創建された。 ウィラメット大学のマーク・オー・ハットフィールド図書館、セーラムの小学校と中等学校は、セイ,イコール・カイザー公立学区の一部を構成している。セイ,イコール・カイザー公立学区では3万9000人の児童、生徒が学んでおり、州内第2位の人口規模を持つ公立学区となっている。市内には他にも、ブランケット・カトリック・スクールや、 セーラムアカデミークリスチャンなど私立の小学校や中等学校が数多く存在している。その中の一つにウィラメットアカデミーと呼ばれるウィラメット大学が地域活動の一環として運営している学校がある。これは過小評価されている生徒に早期のうちから学問生活を送るチャンスを与えるために創始された学校である。またセーラムには ボーディングスクールが数校存在するほか、チェマワインディアンスクール、オレゴンモロ学校、オレゴン盲学校がある。セーラムにある高等教育機関は、チェメケタコミュニティカレッジ、バ番カレッジ、東京国際大学アメリカ校、ウィラメット大学である。中でもウィラメット大学は、アメリカ合衆国西部最古の大学として知られる。ポートランド州立大学。 東オレゴン大学は一部の講義をチェメケタコミュニティ、カレッジで開校しており、わずかではあるが同校で学士号も授与している。アムトラックのセーラム駅。1918年に建造された。セーラムの都市成長境会線内を範囲として、独立行政法人の聖イコールカイザートランジットは、バス交通、相乗りの相手探しサービス、および身体障害者のためのパラトランジット。 リフトサービスが運営されている。セーラムのダウンタウンでは、運賃不要の無料区域が存在する。チェメケタ地域交通もは、セーラムを中心に、バス交通を展開しており、セーラムから、北はウッドバーン、西はダラス、東はシルバートン、さらに、サンティアムキャニオンを抜けて、ミルシティまでをつないでいる。全米規模でサービスを展開する、都市間、バスグレイハウンドは、 セーラムを南北に貫く路線を設けている。また、セーラムのダウンタウンにあるバス停からは、オレゴン州ベンドまでのコネクティングキャリアサービスを設けている。また、全米で鉄道旅客輸送を運営する公共企業タイアムトラックは、オレゴン州交通省より、セーラム停車場を沈着し、セーラム駅として利用している。列車コースとスターライトは、 カリフォルニア州ロサンゼルスとワシントン州シアトルの間を毎日運行している。列車、アムトラックカスケーズは、北はブリティッシュコロンビア州バンクーバーから、南はオレゴン州ユージーンまで及んでおり、セーラムには双方向ともに数回停車する。フロントストリートでは一部で、平洋軌道となる箇所がある。セイコールカイザートランジットは、 ウィルソンビルのスマートと共同で路線をセーラムのダウンタウンとウィルソンビルの主要企業の間に設けている。ちなみにウィルソンビルからポートランドのダウンタウンまではポートランド都市圏で公共交通を展開するトリメトが利用される。ハットエアポートシャトルはセーラムとポートランド国際空港をつなぐシャトルバスサービスを展開する。 ハットのセーラムに停車するほか、コーバリス、コーバリス市内にある、オレゴン州立大学、オールバニー、ウッドバーンにも停車する。その他、マウンテンエクスプレスと呼ばれるセーラムとベンドを結ぶ、輸送サービスがある。マクナリーフィールドは、セーラム市が所有、運営する空港である。民間飛行に用いられるほか、オレゴン州国家警備隊の陸軍航空支援施設の、 所在地として用いられている。デルタコネクションは2007年7月からユタ州ソルトレークシティまでの航空便を1日2便のペースで提供を開始した。しかし燃料費が高騰するも乗客率が85%に満たなかったためセーラム、ソルトレークシティ便は2008年10月をもって中止となった。現在、セーラム市は 空港の質を向上させる計画を推し進めており、滑走路の新長や空港ビルを拡張を実施することを計画している。セーラム市の主要道路は以下の通りである。セーラム病院は454台のベッドを有する救急病院である。非営利組織であり、セーラム市最大の雇用規模を誇る。セーラムが締結している姉妹都市は下記の4都市である。 ありがとうございます。